松山市南江戸1丁目の JR 松山駅に1日、2本のジャンボ七夕飾りがお目見えしました。松山市内の番町幼稚園の園児が願い事を書いた短冊が飾られ、駅の利用客を和ませています。七夕飾りは JR 松山駅が1991年から設置していて、例年は園児も立ち会いますが、今年は新型コロナウイルスの感染防止のため、事前に幼稚園で笹を飾り付けました。駅員らがロープやビニールの紐を使って、改札口付近の柱に高さ4メートルほどの笹を入念に固定しました。年長の園児が書いた短冊には、飛び箱が飛べますようにといった目標のほか、コロナが早くなくなりますようになどの願いも記されていました。七夕飾りは7月7日まで展示されるということです。こういった季節感のあるですね、飾り付けを見ていただいて、コロナのですね、関係で落ち込んでいる気持ちもですね、盛り上げていただけたらと思っております。